お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会。はい。10月の13日日曜日。はい。記念すべき、ラグビー界にとっては何ちゅうんだろう。記念すべき今日は日になりそうです。なるんじゃねえでしょうか。はい。ワールドカップで決勝、決勝トーナメントっつんだか。ベスト8進出が決まったということで、さすがにやっぱりビールでしょうか。キリンの、この真空パックだのなんかこうなかなかぬるうならんジョッキに、朝日のスーパードライを入れて飲んでみます。母ちゃんと二人で見とったんだけど、母ちゃんが異常になんていうか盛り上がっとるとか、頑張れ、いやーってことに言っても応援しとるにはびっくらこいて、おい、静かに飲もうぜ、見ようぜとも言えず、黙っと、聞いとったんですけど、まあ、本当に興奮するなというか、まあ、だけど、怪我が大変だろうなと思って、本当、今度決勝が来週20日、1週間後か。決勝トーナメントの第1回戦、20日だそうで、まあ、怪我せんでもらいたいなと思いますが、とりあえずじゃねえな、決勝トーナメント進出が決まったということで、おめでとうございますですね。本当関係者の皆さん本当にすごい、そんなことはうちらにわかファンが言うことじゃねえんだと思いますけど、まあ、にわかファンはただわあ頑張れ頑張れっつって応援するだけで、ビールあとはビール飲んで、応援するだけでいいんじゃねえでしょうか。今日これで3杯目ゆっくりと飲んどるもんであんまり酔わせんけど、飲み終わった、試合が終わった後風呂に入って、あんでまたこれ最後の1杯3杯目になります。これが終わったら今度は、ウイスキーでもやろうかなと思っておりますが、それをウイスキーを飲んで最後の締めに、まあ、やっぱり日本酒純米酒で終わろうかなということなんです。はい、おめでとうございます。はい、ラグビー、決勝し、トーナメント進出決定です。もう日本中でビールがもう飲みまく、今はもうすげえ勢いで飲んどんでしょう皆さん。明日も、体育の日で一応大勢の人が、休日ということでガンガンやっとると思います。はい、日本のビールが底をつかむようまあ底をつくことはねえだろうけど、えらい出具合だと思います。おめでとうございました。以上佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。